1601年にオランダで作られた北欧と北極海の地図。コラの地名も記されている。コラはロシアのムルマンスク州にある町。コラ川とトゥロマ川との合流点に位置し、港湾都市ムルマンスクからは南へ 12km、軍港セベロモルスクからは南西へ 24km。コラ半島でも最古の町である。人口は11,060人。 コロ教区の名は1264年のノブゴロド公国の年代域に書出する。この地方にはサーミ人が住んでいたが、ロシアからもポモールが入植しており、1565年にはポモールたちによりコラの砦が建設された。1590年から1595年のロシアスウェーデン戦争では、スウェーデン軍に攻められたが守りきっている。十七世紀には、 ポモールによるスピッツベルゲン島、ノバヤゼムリ島への遠征の出発地として、また、モスクワ大公国と北欧、西欧諸国の海上貿易の中継地として栄えた。ロシアスウェーデン戦争で破壊されたペチェンガ修道院は、ペチェンガで再建されるまでの間、一旦この地へ移っている。1784年には、コラは、 町としての地位を承認されたが、ロシアがサンクトペテルブルクに首都を移し、バルト諸国を征服して、バルト海に足がかりを築いた後は衰退していった。ロシア政府の流刑地となったコラは、クリミア戦争でイギリス海軍の20時間にわたる砲撃を受けて炎上し、衰退に拍車がかかった。地方の中心はコラから、ケミに移り、海沿いにムルマンスクの港が、 新たに気づかれると、コラの存在はかすんだ。コラの要塞の土でできたボールや堀は今も地下に埋まっているが、コラ半島でも最初の石像建築であったと考えられる聖神女福音大聖堂は今も建っている。その他の観光名所には、ポモールの暮らしを展示する博物館及びロシア最北の温泉がある。ありがとうございます。